はい、アバスト市場の朝食コーナーに来ています。マサコがこれで、サルテーニャ、アレパ、ね、向こうがソンソ、以前出てきましたね。これがアサリート、ケーラエスト、ポジョン、ポジョンのパンサ、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 はい、アレパでマイス、トウモロコシの焼きパンが来ました。食べてみます。はい、いちごジュースが来ました。美味しいです。甘いですね。チーズが入ってる感じ。もうすぐボリビアのお盆です。トドサントスといって、11月2日なんですけれども、パンですね、パンを焼いて食べるのが風習です。で、顔の部分はセラミックでできていて、それ以外は全部パンでできています。中華料理屋さんにランチに来ています。注文した品が届いたんですけども、思いのほか大きくてびっくりしています。今ソラタに向かっています。イリャンプー山です。川が見えます。そして上の方に道が見えます。ソラタに着きました。スポゴミの説明会をしています。ソラタのメイン広場に来ています。こちらの水槽には金魚かコイかがいます。わあ、すごいです。地元の人がおすすめするアイスクリーム屋さんに来ました。エルオーソーゴローソー、ね、甘いもの好きのクマという意味で。今教会にいるんですが、たくさんのバラがあります。こちらの通りにあるカフェテリアに来ました。アイスカプチーノをいただきます。あの吊り橋まで行きます。レースはそこから見れるそうです。はい、1位の人が今通ってます。あ、来た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 、バモ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 、おー、トゥエルマノ、あー、ケビン、はい、到着した選手の自転車たちがたくさん並んでいます。はい、こちらでもこのパラトトサントスので、そう、あのボリビアのお盆のためのパンですね。はい、いただきます。Thank you.
という、モールの中にあるコーヒー屋さんに入りたいと思います。はい、カプチーノが来ました。これで14ボリなので280円くらいです。ラパス市内のカフェとしては平均100円くらい安いお値段です。しかも美味しいのでおすすめです。入国管理局の目の前にいます。無事にやっとビザの手続きが終わりました。無事にビザの手続きが終わったので、ご褒美にビールを飲みながらですね、外食をしております。いただきます。いつもおしゃれな通りなんですけども、なんか久しぶりに通ったら絵が変わっているような気がします。とっても素敵な絵ですね。これとかこの木がこちらの木とつながってますね。かわいい。そうだそうです。Para Tabasco Chan se llama. Saludos a Tabasco Chan, por favor. Saludos a Tabasco. Gracias. Un abrazo. Abrazo. Una maquinita linda. Sí. Lista. Gracias, maestro. Mi eco. Una alegría poder encontrarme con Kaori y poderte mandar un abrazo, un saludo. Y no solamente a ti, sino a Anán, a Hitomi, a Yunko, a todos los amigos, y Masanori también, gente linda que conozco allá. Te mando un beso grande, un abrazo desde La Paz, donde vivo, en una nueva casita que estoy viniendo a vivir. Y ojalá el próximo año posiblemente hagamos un viaje al Japón y pueda verte, ¿sí? Para ti, todo mi cariño, ¿sí? Chao, mi Eko-san, te quiero mucho. Genki desu ka? Kyosuke te kudasai. Sayonara. はい、ということで今回の動画いかがでしたでしょうか。サンタクルスの市場で食べた朝食に始まり、そこからラパスに飛んでですね、ラパス市内の散歩、それから県内なんですけれども、ラパスから3時間ほど離れたソラタの
町ですね。そこであのスポゴミ大会をやったんですけれども、その、様子を少しお届けして、パルカというところにも行きました。ソラタはですね、アンデス山脈に抱かれたところにある村で、イリャンプー山ですね、6000メートルを超える山がそびえ立っています。そこで、ハッチャバランチャっていうマウンテンバイクの国際的な大会があって、その大会のある前日にソラタ市民の人たちで、スポゴミ大会をしたんですね。それは 4,5 人のチームを組んでゴミを拾って、でその分別の、元 の, そのカテゴリーの重さでですね、順位を競うものなんですけれども、ハッチャバランチャの会場近くのところもあのきれいに掃除できたので、気持ちよく選手の方々をお迎えできたのではないかなと思います。本当はゴミ拾いをしなくてもいいくらい嫌いな、街であることがすごい大切なんですけども、まず第一歩として、その落ちているゴミにまず注目する、そのポイ捨てされているそのゴミに注目するところからですね、始めて、今度は自分が街を汚さないようにするっていう気持ちをですね、育んでいけたらなと思っています。それから、そのハッチャバランチャの大会、私の横で見ていた男の子がですね、その大会で2位になった選手の弟さんということで、とてもこうあの偶然にもあの一緒に喜びをですね共有できて、本当に嬉しかったです。あのよかったねって言ったらもう泣きそうって言ってすごい喜んでました。1位の選手はコロンビアの選手で、2位がそのボリビアのソラタ出身の方だったんですね。私はそのゴール付近しかビデオ撮影してないんですけど、スタートのところとかは本当にアドレナリンが上がるようなとてもかっこいいプロモーションビデオもあるので、よかったら概要欄のリンクを貼っておくので見てみてください。それからそのパルカの村の散歩をして、イリマニから出る朝日を見たり、それからハチドリを見たりですね、とても自然に癒されたりした日々でした。ということで、この動画いいねと思ったらグッドボタン、チャンネル登録をお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。またね。